梅浦誠一から1912年3月17日は、明治時代の実業家、越後国長岡出身、大倉省市平寮、新潟県立新潟学校教頭、内務省官僚寮を経て、東京商法会議所書記長、石川島造船所専務取締役、日本初の銀行簿記書、銀行簿記制法役者、加盟5年6月13日越後国長岡の以下に、 生まれた。幼名はケ介。十歳で、狩羽郡南沢石村山与塾、藍沢南城に漢学を学び、十三歳で、長岡範囲、山田至るところにオランダ語書法を学んだ。千八百六十八年江戸に留学して、石井剣道に西洋医学を学び、学士が不足すると、学友、原田豊、岡元教の助けで開業医、溝部雄山の女子兼家目となったが、 結局医学を断念した。1868年から三佐学者、三栗周平、明治4年から明治6年まで、強立学者、関新八に英語を学んだ。明治5年大倉省市平寮に出資し、大倉大、進む渋沢栄一が設立する、第一国立銀行のため、銀行簿規制法編纂に関わった。1873年新潟県庁に転じ、県令、 楠本正隆の下で一等役官、県立新潟学校教頭を務め、長岡洋学校でも教えた。1875年県令、正隆の天人により上京し、同郷内務大、進む前島ひそかに外遊したい旨相談すると、内務省官業寮に招かれ、1876年、忠本基地、石川忠流と、インドアッサム地方に、 紅茶栽培視察の通訳として派遣された。視察上必要な場合はどちらへ行ってもよろしいと、欧州行を許されていたものの、命令の真意に気づかず、インド各地のみを回って1877年6月、帰国してしまった。在界名刺失敗談、明治42年1879年、渋沢栄一により、東京商法会議所書記長を任されて、実業会に入り、 1881年、横浜連合キートに預かり所支配人。1882年、東京倉庫会社、東京人志通る会社取締役兼支配人となった。1885年、渋沢の意向で、東京人志通るの有志先石川島蔵選奨の特命組合員となり、病気がちの所長、平野富次に代わって、経営再建に努め、会計事務を監督した。 1892年常任委員、1893年11月常務取締役、1896年専務取締役となり、造船奨励法における奨励金の重量加減引き下げを働きかけて実現したが、新設した浦賀文工場が経営不振のため、浦賀選挙への売却を余儀なくされ、1902年5月隕石辞任した。 1898年肺結核を患ったが、1902年渋沢の塔に同行し、やや回復した。1909年7月病気を押して、再び専務取締役となったが、1912年3月17日、病没した。法名は、新昇院伝車緑星、墓所は、谷中天皇寺墓地公9号18川。このほか 東京湾汽船社長、北越石油社長、茨城無塩炭鉱取締役、白水炭鉱取締役、函館鉄道社長、東京水力電気取締役、広島水力電気、宝田石油監査役、東京電力監査役、上越電気取締役、函館自所業務執行社員、名古屋ガス取締役、函館水田監査役、神戸海上運送火災保険監査役、 西戸崎辞書代表者、高田ハブ体相談役、中央政党監査役、小倉鉄道取締役、広島呉電力取締役、北海道ガス監査役、小藤家織取締役会長、東京和室改良取締役、韓国食産省会主党を務めた。ありがとうございます。